どうもこんにちはははい、はいえっとですね今日はですね何をやろうかっていうとですねまあここにこうある通りこれ続きですわね本当は夏前に終わりにしようと思っていたカーディガンでございますね四角だけでは見るカーディガンということでやってたんですけどえっとあれからねいろいろ進みましてはい あの脇をつなげました。ベロンベロンしてた脇をね。こう前身頃後ろ身頃そして袖を編み始めて。で、袖を編み始めたはいいんだけど、脇がつながってないから、まあ微妙に編みづらいわけですよ。なんかベロンベロンしちゃってね。なので脇をつなげました。で、つなげる方法としては、まあ両脇をこう取って、こうやってかがっていく方式で編んでて。 で、どうやってやってるかってうとまあ後々説明しますけれどもまあ、そんなことよりもそんなことよりもねそんなのは後で説明するよみんな同じやり方してつ,あのつなげていくからさあれなんだけどさなすごい迷ったのよすごい迷ったの袖をどうするかですごい迷ったの。でね最初の予定こうやってもう何て言うのかなあのゴム編みにしないでそのまんまここの裾とねこっち側の裾と同じなんつうんだっけこういうのなんとか編みなんつっだっけ。 かの子編,、ね、編みにしてでそれで袖をこうブツッとこう広がった感じの状態にしようかなと思ってたわけです。ね、でもこれってさ長さ的にはねこのぐらいなのよこのぐらいちょっと長めのベロンベロンベロンってした感じで、ね、好きなのよそれも好きなの。でもねうーんって考えてそうだなでも口がす,すぼまった感じにするとどんな感じなのかなと思ってえこっち側はねすぼまった感じで編んでみました。<laughs> えっと、あちょっちとこっちであちょっと待ってなんかひと言あっすいませんすみません,すみませんはい一応動きましたでこれねちょっとね編んでみたわけですよこれも悪くないんですよ可愛いんですよこれもこれこれはこれでまたでこれはどうやって編んでるかっていうとこのまんまで編んできた目数が90目あったんですけど90目でやるともう断然ベローンと広がっちゃってこうなんつうの ゴム編みしてもこう止める意味がないんで目数を減らしたんですだから2つ普通にとって2つじゃない1つ普通にとって2つを2目一度にするっていう方式で60目になってるんです60目にしてあってでゴム編みして1目ゴム編みしてあるんですわこれはこれでまた可愛いわけよすっごい迷ったわけどうしようどっちがいいんだろうって試してみてさ でも両方こうなんていうの片側ずつってわけにもいかないじゃないうちの家事はそう言ってたけどねこっちはこっちこっちを <laughs> こあれにすればあってアホがとねうんだけどすっごい考えてどっちがいいかなってなあ私こういうことするから時間かかるんだけどさ、うん、まあみんなもしてんのかもしんないけどねで試作してであこっちって決めてバスッと決めた方でやってるのかもしんないけど私はもうやりながらっていう感じになるんでこれはこれで非常に可愛いんですよでもね私ね 計画が一応ございましてね、このあとね、またねえ。何の計画だって話なんですけど、冬用にまたカーデを編もうと思ってるわけです。簡単なやつをね。うん。簡単なやつ。いや、めんどくさいやつ編んでもいいんだけどさ、めんどくさいやつ編むとさ、時間かかっちゃうじゃない、やっぱり。だから、ちゃちゃっと編める、ざっくり編めるやつを、やっぱりちょっと一つ欲しいなと思って、やりたいなと思って。で、その時にはこういう手首にしようかなと思ってるわけです。こう締めてね。うん。だから、今回は、 夏だし、夏用だし、まあ、涼しげに、こう、おっ広げの方がいいかなと思って、こっちにすることにしました。ということで、ね、こっちはね、まずね、ほどいていきたいと思います。しかもね、これね、あのね、あの、いや、あれですよ、もしね、こういったカーディガンやるときにね、こんな感じでベローンと四角のままで編んできてさ、袖をどうしようってなったときに、まあ、これはこれでいいと思うんですよ、このままでね。 うん、お好きな編み方で。まあ、あの、ゴム編みがいいって人、ゴム編みでももちろんいいと思うんですよ。でもこうやってキュッとちゃんと締めたいっていう時には、目数をやっぱり減らさないといかんので。でも私最初にさ、目数も減らさなくて OK みたいなことを言ったような気がするんだよね。うん。だそれもあるからね、こっちでやろうかだってのもあるんだけど。しかも、こっちは、こう、普通のところは3.5。点五のね、こっちの針で編んできてたわけです。3.5。3.5。ね。3.5。 だけどここをゴム編みするにあたっていや3じゃそれでもでかいだろうと思ってこれ2.5の,の針でこうゴム編みをしたらちょうどいい感じなのね閉まってる感じが私ビローンってなるの嫌だからあのゴム編みでもね、うん、だからちゃんと閉まるように編んでると、まあ、編むと、まあ、2.5ぐらいで編むとこういい感じ閉まるんだけどもしだからこう,こ,うこう手首こうしたいなっていうもしこれを編む人がいてだようん。 もし編む人がいて、バーっと来て、で、ここで締めたいっていうんであれば、まあ、目数減らして、私は3分の2で減らしたけど、で、これは2.5使ってるんで、えー、2段階下かな ?2 段階下の2号下の針を使って、まあ、こうやって編んでみました。まあ、どっちでもいいとは思うんだけど、俺もほんとこれもね、可愛いのよ。これ着て、これブワンとここなってて、これ、これで可愛いいの。まあね、いつかまたそんなの編もうかなと思うんだけど、今回は、 まあ最初言った通りに加納編みでこのき切りっぱなしみたいな感じのね、うん、あのー、やつをやろうかなと本当はこっちの方が使い勝手はいいと思うんだよねだってなんかまくろうと思った時これまくれないじゃん、ま、くってたらこうやってこうやって普通にこうやって折らなきゃいけないじゃんこれはもうグッと上げればいいだけだからこっちの方が楽なんだけど楽なんだけどでも、まあ、今回はこっちにしますはい で、これでね、一応もうね、30段編んであるんですよ。30段。で、どれぐらい編もうかなと思ってるんだけど、裾をね、そんなにね、編まなかったんで、でもまあ、裾はまあ、このままでいいかなと。まうちょっと編みは良かったかなと思う、今になって思うんだけど、うん。まあ、でもまあまあ。 めんどくさいことやりたくなかったんで、最初から編んじゃったんだけどさ、ね、本来だったらさ、ここ取っといてさ、ね、で、ほどいて、で、ここからつなげて、こうやってまた編むようにしときゃよかったんだけど、まあなんかそれがめんどくさくって、うん、めんどくさくなく編もうと思ったから。で、この後はだから、ここから全部拾ってかなきゃいけないわけですよ、これ。拾って。前身頃のこの端っこをね、ここは、だからこれと同じ太さぐらい編もうかなって思ってるんだけどね、ね今はね。うん。さあ、じゃあこれをね、ほどきますよ。しゃあない。 届きますよ、本当に。いやー、ここまで編んだけどね、チク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 。昨日の夜、ええ、編みましたよ。あ、う、あ、ん、もったいないね、もったいないね。でもね、しょうがない。外します。はい。というわけで、今日はいきなり久々の解き動画から行こうと思いますっていう感じでございますよ。はい。いや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 。でもこのね糸もね、まあ細いじゃない。うん。細いからなかなか扱いが大変でさ。 あのー、なんつうのあんまりなんか刺激を与えると刺激をっていうか何回もこうねこうあんねここほらこうやってこうやって縫ってきてるわけですよ縫ってきてるここね合わせてねこれをさ、ね、こうやって縫ってきてそれをちょっとほどいたりなんだりとかってするとまあどん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 こうやってねこういうところがだんだん消耗してってねそして切れていくっていう感じなんでねやっぱりちょっと注意して。 やらなないいないいいとけけ感じなんだけれどもまままままあ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 、まあ、で閉じ方はねこの最後あえて残してるんですこうやってねわざとねここをこうやって一直線でこうやって編めるようにねここまで来ちゃうと輪になって編まないといけなくなっちゃうちょっとめんどくさいんでねうんあのー、平で編めるようにわざと開けてるんですけどまあ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 じゃあちょっとこれほどいていきますようんラーメンですよラーメン久々のあ <laughs> 久々のラーメンはいほどきます はい、というわけで解、えー、いてまいりましてそして、えー、針を入れ替えました、はい、入れ替えてでこっちさっき言ったように一応30段編んであってここで止めてるんですけどなんで止めてるかっていうと長さをねまだ決めきれてないんですよやっぱりねなのでちょっとこう30段は確かなのでここで止めといてでこっち側をねちょっと30段鹿の子編みを。 していここううかなっていいいいとでございますはい、いやーこうやってね、えー、地道に地道に編んでいくわけですがまあ30段なんてすぐ編めますんでえええすぐ編めますんではいはいなのでどんこどんこ編んでいこうと思うんですけどいや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 でもね これちょっとだからね、試着してみたわけですよね。どんな感じなのかなっって、これくっつけたから。いや、くっつけないで一生懸命試着してたんだけどさ、これね、よ脇をね。全然わかんない脇は当たり前じゃん、そんなの。ベロンベロンになっちゃって、うん。だからちょっとくっつけたんだけどさ、やっぱりちゃんと確認しようと思って、途中までね、こうやってね。うん、これただこうやって、脇っちょ脇っちょ、ここ。ね、あの、一目。最初の一目と二目目の間を取って,こうやって、こうやって、こうやって。 こうやってねこうやって取ってるだけなんだけどまあ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 やりますよ後でやりますやりますあの後々ね、はい、やりますんでそこはあのちょっとお見せしますけれどもまあ皆さん、まあ、ご存知だとは思いますけどねというわけではいでここでどう編んでいくかさかなおか編みなんでね、うん、しかもどうせつなげちゃうしよくわからないんでこういう系統なんでねうんなので別にどう始めようが、えー、いいんですけどまあ最初のところはまあ滑り目しますこっちも全部滑り目できてるんで つな、ね、げる時にうんときに結局1目を避けて隣の、ね、1目めと2目めの間で取るわけだから、うん、だから別に滑り目でもね最初はつなげるときにいや普通に編んだ方がいいかなとか思ったんだけどまあ滑り目でいいやと最初からそれでやってそれでつなげてきてるんで何をブツブツ言ってんだって話しなきゃまあいいやはいはいはいねこうやってちょっと滑り目しといてで でえー、っとここが表側でしょ表側だからまあまあまあそうだね表にしようかなかどっちでもいいですよ表裏一目の鹿の子編みですね表裏表裏と交互に編んでいくだけなんですけど まあとにかくねこのなんつうのかな、うん、と糸はね繊細な糸なのでしかもこういう感じなんでね糸割りもよくするんですよ。うん、糸割りもよくするんでねまあちょっと嫌いじゃないんですけどねこういう何つうの太さがこう変わったりとかっていう感じでもう本当にだからこういったシンプルに編むだけでもこうなんとなく模様っぽくっていうかねなんかね、うん、模様っぽくっていうかなんていうのかなこういう感じでなる毛糸たちは好きなんで。 いいんですけどまあ見づらいつったら見づづらららいいっったよねねやっぱり、ねうん、でも好きだわこういう系とここのとこねずっと天気悪いんですけどねようやく今晴れ間が出てきましてねなんか今週天気いいって最初聞いたんだけどなんか天気悪くってでもそんなに気温は、ね、低くなくて昼間の気温がだいたいね、まあ、20度いくかいかないかみたいな気温なんですけど日本はいかがでしょうかね秋雨なんていうのも日本はありますけれども。 ね、フランスもねほんとね日本みたいだなぁと思う,思うような感じで、えー、この時期はやっぱりこう雨がねまあ基本的に寒くなってくると天気悪いんですけどこっちは。日本はほら冬ってさ、あのー、基本的に冬は天気が良くてカラッと乾燥しててカラッとってかまあか乾燥しすぎてあの静電気バチバチで私は困りものだったんだけどさ、ねまあ、空気乾いてて洗濯物もよ,よく乾くって感じじゃないですか日本は冬でも。ね。 冬寒い日に朝、ね、洗濯物の外に出してパリッとっていう感じであここだけはちょっと一緒にこれ編みますねこれなんでこう2つになってるのかよくわかんない状態なんで <laughs> そうなのよなんかどっかどっかから出てきたのっていう感じでねちょっとよくわかんないからまあいいやはいでこんな感じでちょっと編んでいくんですけどあのね私はね日本のねあの冬の寒さ寒いけどなんだろうね あの天気ののいいい冬っっていうのは、ね、嫌いじゃなかったね、うん、寒かったけど寒いのは好きじゃないんだけれどもでもそれでも寒くても天気がいいっていうさあれはね好きだったね、うん、こっちはさ本当になんていうのかな、あのー、あの寒い寒い時期は天気が悪くてでなんだろう みんなほらもうどんよりしてるわけですよ寒くって天気悪いからね陰鬱っていうかだからこっちってさフランスもそうだけどもっと北欧の方とか行くとさやっぱりほら冬になるとさ緯度、あのー、が高いところなんていうのはさえあのー、日が沈まないの逆だよね夏は日が沈まない逆やだけど冬は逆に日が昇っても本当に数時間でまた沈んじゃうっていうその何ていうの 太陽が地平線を移動ししたたまままま沈んでってしまうみたいなあのそういう世界なんだよね歩行なんかはね。うん、でフランスなんかも冬になると本当に何ていうのもう午後2時にはもう夕方っていう感じの何ていうの日の傾きになっちゃうんだよね。うん、でそんな感じだから一日が短いんだけれども朝もだって明るくなるのが本当に冬至なんかになってくると朝明るくなり始めるのが朝の9時。 とかそんな感じまだうっすら暗い感じだよね9時なんつったらねうんそういう感じだからさうんだから本当になんか冬になると朝むっちゃくちゃ早起きしてる気分になるんだけど8時に起きても暗いからね、うん、早起きしてる気分になりますよ冬はねでそんな時期が来るんだなと思って嫌だなと思ってね、うん、冬はね逃げ出したいわ本当にうんでもねえっ、ー、とそんななんていうのかなあのー 冬冬冬だけれども、冬はははででね、まあ悪悪くくなないい。んすよ。例えばね、うん、まあすごく限定的なことになるんだけれどもさ日本に帰る時、うん、冬に日本に帰る時私はね左側の席に座ります帰る時はね日本の方に帰る時あの基本的には夜便になるんで夜を越えて帰るわけですよ。 日本にあ間違えた、えー、と日本に帰るときはね、うん、夜にこっちを出るんで、なので、えっ、ー、と、要は北側の席に座るわけです。えー、とこっちから帰るときに、左側だから北側だね、うん、北側の席に座る。その理由っていうのはですね、えっ、ー、とですね、えっ、ーと,ねえー、とですね、オーロラが見える可能性があるんですね、はい冬。冬にフライト乗ってると。で、オーロラが見えることが時々ございまして。 でオーロラっていいうのはなんだあの高さがどんぐらい50キロとか100キロとかそんぐらい一応あれでしょ空気空気っていうか大気の,あの現象だから大気圏内だと思うんですけどでもなんかそれをねあの飛行機から見れることがあるんでねうんそうでそれで乗るんですけどまあ見たことは1回だけありますね、うん、1回だけありますわうん っていうかなんか緑っぽいなあ空がなあみたいな空っていうかなんか全体的に緑っぽいなと思ってそしたらさこうだーっと最初は気が付かなかったんだよねで窓際に座っててぼっとしててでその時にたまたまあのー、なんだ乗り継ぎでねあの時はどこ経由だったんだっけあの時チューリッヒ経由とか忘れちゃったなんかどこ経由とか忘れたああドイツかな違うなチューリッヒ経由じゃないドイツのどっかの経由だったんだな。 ルフトハンザがなんかででその時になんかその経由便で別のとこから来た人が女の日本人の女の人が隣に座っててで彼女はどこに住んでたんだっけな忘れちゃったけどね、うん、ヨーロッパ圏内からやっぱりやってきてで話してたら「見て見て見て外」って言うから「えー、っ?」つってなんかたまたまね年齢も近しかったし何かちょっと。 仲良くなってちょっと喋ってたんだよね」そつたら「見て見て見て外を」っつって「え、ね、何?」っつったらお「おっ何?」っつって「緑っぽいよね」っつって「うんあれなんだかわかる?か」っいうかえわかんない何これ?」っつって言ったら「おオーロラよ」っつって言われて「えあ、ー、そうなの?」っつって「そうそうそうこれオーロラー」っつってもう崩れかけてるから終わりだけどっつってでそれでなんか「これオーロラオーロラー」っつって「えっ、ー、つってそれで教えてもらって「冬は時々見れるんだよ」っつって、うん、言われてさ「えー、そうなんだ」っつって それからはあれですよ。冬,冬帰るんだったら、やっぱ北側に座らないとっていう感じでね、うん。まあでも私は大体ね、北側に座ることが多いですよ。なんだかんだで。うんあのー、夏に帰るときは白夜が見れるんで <laughs> あの白夜が見れるんでね。うん、なんか外ばっか見てますよ。私、窓際に座ることが多いんでね。うん、で冬は冬でまたいいんですよ。あれ、上空で上がってって。ね。あのー、 シベリアもね、あの日本からこっちに戻ってくる時なんかはねまた北側に座るわけなんですけどだからこ右側だねいつも北側に座るん、ね、でだから南側あんま座らないんだけどあの流れ星見たいっていう時はあの南側の方がいいかもしれないけどね、うん、あの基本的には北側に私は座ってで外ボーっと眺めてて。うん いろいろ外の変化とか見てるんですけどシビリアなんかこうの飛んでる時天気がいい時昼間ねこっちに戻ってくる時なんか特にそうだけどあのあれですよねずっと見てるとさシビリアって本当基本的には何もないじゃないですか何もないところをさバーっとさ一本の道が走ってってさその先にさ建物がポツンとあったりするわけですうん、えー、ロシアの軍事施設かなーなんて思いながらさ、ね、見てるんだけどさ いや一体こういうところで何をしてるんだろうといろいろねあの考えたりもするんですけど、うん、じゃあそんなこんなでね、えー、とりあえずこれをね、えー、じゃか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 とりあえず今回はねあのガッツガッツ編んでいこうと思いますよ、はい、お話もね、えー、とできるかどうか、えー、分かりませんがとりあえず、えー、ガッツガッツと編んでいこうと思いますとにかく今日は、えー、と今、えー、と太陽が出てきて私は。 えー、幸せだっていう感じですね本当にあの本当に天気悪いんでね、うん、だからたまにこうやってね太陽が出てくるとねみんなねわらわらわらってね外に出てきてね甲羅干しするみたいな感じでみんなあれだわあの太陽が出てくると外に出てくるんだけどみんなね、うん、こっちの人はまあ分からなくもないけどね、うん、とにかくなんせ冬が暗いんで精神的に参っちゃう人が結構多いんでねうんなので。 えー、天気がいい時には外に出るっていうのが一番いいんですけど、うん、まあ私編み物してますけどねうんうんうんいやでも本当ね編み物いいよね私だからここのとこずっと、あのー、アパートのことやることがなかったりとかしてえー、っとなまあないわけじゃないんだけど進められない状態なのでねそうするとまあ編み物やった方がいいじゃないですかうん。 なので、こっちに残してある分で、こうやろうと思って、これも残してたんでしょ、実はね。うん。暇を見つけて、えー、これも撮影したら、ね、途中までのやつだから、やっぱり、えー、こういうものから撮影した方がいいだろうと思って、残しておいたんで、だからこれを今やってるんですけど、うん。まあ、とりあえず、あの、あれですよ。しばらくは。えー、っと、そうっすね。今月末ぐらいまでは、安定してちょっと編み物できるんじゃないかなっていう感じなんで、うん。 ちょっと頑張っていこうと思いますよ。というわけで、じゃあ、ちょっととりあえず30段編みますわ。ね。うん。ど,どうでもいいことをなんか喋ってもしょうがないんでね。はい。とりあえず30段編みますよ。はい。編みます。はい。さあ、数日が過ぎました。どんな感じになったかといいますとですね。まず、片方の袖の口を止めました。30段編んだところで。 これでもうやっぱりいいかなと思いまして、ここはね、普通にね、伏せ止めをしました。あとはね、ここをこうやって閉じていくだけなんですけど、こっち側の袖はね、ちょっと今開けときますけども、こんな感じで閉じました。どうやって閉じたかっていうとですね、こちら棒針、久々に棒針を出してきまして、はい,い。別に、あの、わざわざ何付け替えてんだって、付け替えなくたっていいんですよ。付け替えなくていいんです。 8 0センチのそのコードをね使ってたんだけどちょっととある事情により必要になりまして映、えー、したわけでございますなので基本的には映さなくてもいいんですけどはい映しましたでまずねじゃあね今日はねここを閉じていこうと思いますようんさっさと閉じてこの棒をねなくしたいからで今日はこれこれ使って閉じていこうと思いますはいねどうやって閉じるかどうやって閉じるかまあまあまあ普通にこう2つ引っ張ってねかけて でで閉じるでここのかかってるのとここのかかってるのを抜いてで2目で閉じていくまあこんな感じでねこう普通に編む感じで引いて入れて針を入れて閉じるねこれの方がやっぱり楽っていう人もきっといると思うんですけどおっと,とおっとと抜いて閉じて。 抜いてて閉じて、ね、これでちょっと袖をね閉じていっちゃおうと思うんですけど、まあ、この間にちょっとねベロベロっとしゃべりますよしゃべりますよここぐらいじゃなくてしゃべれないかもしれないからねそうで今日はですね11月入りまして、えー、何日だろう何日だ4日か、ね、4日、ね、これはもう終わりにすべく、えー、どんどん進めてますよこの夏前に、えー、と始めて終わりにしたかったものが終わりになってませんので えー、終わりにすべきものから終わりにして次に進んでいくっていうちょっとね終わらせないとねちょっと私の気分的に先に進めないんでとにかく終わりにしますはいでえー、っとまあこうやって閉じていくんですけど、まあ、この間ねこの間いや昨日もねだからほらあれ撮った撮ったわけですよ撮ってあげたわけですよあの11月11日の、えー、っと靴下の日ライブリレーの,あの予告動画ね、うん、予告動画っていうか告知動画 あれ昨日撮ったんですよで昨日の今日なんですけどまあこの間ね久々にその撮影したっていうんであのどんぐらい2週間ぐらい撮影全然してなかったんだけれどもまあこの間にいろいろありましたよね世間様でねでその中でね私ね一番なんてのかなこう喋りたいなと思ったやつがまああれですわとにかく中本浩二さんが交通事故で亡くなられたということでね中本浩二いや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 もうすっごい残念でね っていうのは、やっぱり、事故に遭わなければ。生きてたわけでしょ言ったらね。お年もね、結構、八十歳ぐらいだったけども。それでも、一応元気だったわけですよね。で交通事故っていう形で、あやって。こう、なんつうのかな、人生を終わらせてしまう、終わらせてしまうとか、終わりにさせられてしまうとでも言いますか。 いやそれになんかやっぱりねこうなんてつうのかな無情って言いますかなんかええっていう感じだよねだから交通事故でこう亡くなる人って毎年結構な数いるけど改めてなんか突然そうやってなんか本当はねその日その時にその場所にいなければっていうのもあるのかもしれないけれどももうちょっと注意してればっていうね、うん、そうすればっていう。 感じました、ね、やっぱりね交通事故っていうのはなるべくやっぱりこうじ起こって起こしてはいけないなとうんいや突然そうやって人生が終わってしまうっていうのはちょっとねえー、っていうショックがありましたねやっぱりね、うん、長さんが亡くなってもう20年も経ちますけれどもねほいでいて、ね、志村けんも一応ね、まあ、コロナで初期にね 亡くなっっちゃってだから2年かね2年経ってそったら今度仲本浩二が死んじゃって残りは高木ブーと加藤ちゃんになっちゃいましたよとうとうっていう話でさいやーもう悲しいねーっていうでねそれでね、まあ、交通事故に遭われたのがその横浜市内っていうことでえどこだと思ってそったら新聞っていうかそのニュースの情報の中で えっと思って「いや私ちょっと私のよく知ってる地域じゃん地域じゃんもう何もないんだけどさ横浜駅から割と近いところだからね」ほいで,でよーく読んでみたらさ相鉄線のさ西横浜とあの西横浜の,の、えー、と北東って書いてあったか北東じゃない北西って書いてあったかなだから「えっ?」と余計知ってる地域じゃんと思って。 ででそのの事故現場がが載っってる写真がああたんですよあの新聞でね新聞っていうかそのえっ、ー、とネットでね記事読んだ時に「ちょっと待てよちょっと待てよどこだこれ」っつって私探しました探しましたっていうかそしたらさまあ言ったら知ってる、まあ、たまに通ってたとこですよでまあ私横浜でね昔住んでたわけですけれどもバイトしてた時に夜まあ、横浜駅近辺で。 バイトしてたんで,でそこからこう帰る時にですね、まあ、バイクで帰ってたわけで,でバイクで通る時にですね私の家に帰るまで、えー、っと私は相鉄線沿線済みでしたからで家まで帰るのに、まあ、何本かルートがあるわけですよで基本的に使ってたのはあのあの、まあ、横浜の、まあ、ローカルの話になりますんで横浜市の人ぐらいしかよく分かんないかもしれないんですけれども宣言したからねずっと上がっててあの三ツ沢をね過ぎてでそれでお、 ちょっっと待ってね、系統が足りなくなったマイチックノットでつないでますよはい、まあ、こんな感じのあのー、何やってるの系統なんでね繋いでもねあつなぎ目あんまりどうせ分かんなくなるからいいんですけどそうそうそうで宣言したからこう上がってって水沢通り越してで和田町に抜けてくっていうルートを私は結構使ってたわけです横浜駅から帰る時ってだけど時々ねまあちょっと気分を変えて なんていうのかなうんとだから横浜駅から出て宣言したで左左折をしてそこをずっとまっすぐ走ってでその後幸興福寺の交差点ね興福寺の交差点を右折して16号に入るルートで帰ったりではたまたその興福寺の交差点をまっすぐ行き天王町の駅のそばを通りましてでその先、えー、となんだっけなあそこのあそこの交差点なんて言ったっけ 忘れちゃったその先の交差点をね右折するルートがあるんですよ大門か大門だねの交差点をまあ右折するルート星川に抜けるルートですねはいあすいませんねローカルではいでそんなルートをねまあ何本かあるわけですよねいろいろね、うん、でその中の一つのその、えー、と天王朝の方を抜けて大門、えー、の交差点を右に上がってくるルートに入る時つまり興福寺をまっすぐに行った先なんですよねあの交通事故の場所っていうのは でね、わーあの辺りだっていうね、昔、えー、たまに通ってたなっていうね <laughs>、うん、そんなところで信号もないところで惹かれちゃったっていうか当てられちゃったっていうか残念でしょうがないしかも朝の時間帯何してたんだろうっていうねそのなんかこう夜出て行っちゃった奥さんがうんたらかんたらって話みたいですけれどもねでお葬式の時に加藤ちゃんんがなえ ねその奥さんに対して「お前のせいで」っていうことを言ったとかなんとかっていうねそういう話もなんか載ってましたけれどもね、まあ、本当かどうかは知りませんけれども、うん、まあそんな感じでねまあいやーちょっとショックだなとよく通ってた道で仲本工事が交通事故で亡くなるみたいなえー それだけでもショックっていうかね。はいというわけでこうやってきましたよ。まあね、えっ、ー、と。まあ交通事故、本当不運だと思いますよ。まあ、でも交通事故ね。信号のないところ、あの道で信号のないところ渡るって。そんなにね。でもね。興福寺とね。天皇朝の間ってね。混んでる時は混んでますけど、あのラッシュっていうか、その車の多い時間帯ってもちろんありますけど、普段はね。そんなに車いないんですよ。 でも朝の9時頃っていうから、まあそこそそここ車いいたんんじゃないかなかと思うんだよね。そこをね横断歩道っていうかその信号のないところを渡るっていうのもちょっとねちょっと理解し難いなと思うんですけど結構太い道なんでね、うん、まあ、すっごい太い道じゃないけど横浜駅から興福寺まではね何本かこうありますけれども車線がその先はねそのまま行ってでもあの 交通事故に遭ったとこは多分片側でもそれでも3車線ぐらいもしかしたらあった場所かもしれないしも記憶がちょっとあれなんででも途中から2車線になるからねあれねどうだったっけかなまあそこら辺に住んでる人分かる方いるかもしれないんで <laughs> えっと何かあったらコメントに書いといていただければまあそんなこんなでね知ってるところで、えー、そんな方が亡くなったっていうのはちょっとショックでありますけれどもはいまあこんな感じで袖が閉じました。 カ、まあのコ編みなんでね、カのコ編みなんでこうやって普通に、あのー、伏せ止めしましたけれども、これがね、まあ、もちろんゴ、あ、ム、のー、編みとかだったら、ゴム編みの止め方で止めてもらってもいいかと思うんですけれども、まあ、今回はこんな感じなんで、ちょっと緩い感じで止めてみました。はいね、あとはここ閉じていこうと思うんですけど、とりあえずで,で閉じちゃおうか、ね、邪魔だからさ、やっぱりさ、ね、じゃ閉じたのね、ちょっとハリハリ。はいじゃあさっさと 閉じていきますよ。ここ残してるやつね。これで足りるかな。いやだからね。これどうやって止めるか中途ねっていきなりこっちの話に戻るけどさ、えー、っと要はここ拾うところ。こうやってみるとわかるけど、ここが一番端っこのところ。ここが次の目のところこう上がっていくところね。ここの間を取ります。はい。ここの間を取っていくんですけど、だからここ拾ってねこうやって。 拾拾っってて下から拾ってで、こっち側も同じようにここが一目めでこっち隣、ね、ここ隣あるんでこれのこことここの間ここを拾っていきます。こうやってこういう感じで閉じていきます。そうするとねもうこういう感じでばっちり分かんなくなるんでこういう感じで止めていきます。で、こうやって ここはだから何ていうの,あの適当にこう適当にっていうかまあ別に緩めにこういくらかかけといてもいいんだけれども引っ掛けて何目か引っ掛けて間違えないようにねやっぱりね、うん、間違っちゃっちゃちょっとねかっこ悪いことになるからね間違えないようにこう引っ掛けてって で、ある程度引っ掛けたらこうねピューと引っ張ってであんまりグッと引っ張りすぎないようにそしたらもうこうやっていいねこんな感じでね止めていきますはいさああれから数時間経ちましたこちらさっきね何だったかっていうとね一番端の あのー、目をねどうもすっ飛ばしてすっ飛ばして中ちゅうか外れちゃっててそのまま編んでたみたいでなので編み直しましたはいまあでもねトータルで40段ぐらいなんで編み直してきましたよ、はい、編み直してきまして、はい、今も夜ですはい夜ですいや 夜まで丸々かかったわけじゃないんですけどまあいろいろやることもあるんでねうん夜になっちゃってでまあまあまあつなげましたよなんとかうんつなげましたはいというわけで片方がつながったんでこちらも同じように締、えー、めていこうかと思うんですけどだいたい足りるかなね足りるねさっきと同じようにこちらもまたえー、こっち引っかかってからこっちね こっち、こっち側、こうね、ここ拾って、こっちもこう拾って、こんな感じで、締めていきたいと思います。はい、これで袖が出来上がります。で、袖が出来上がったら、今度は前の部分ですね。前の部分どうなっているかっていうのね、ちょっと見ていきましょうね。じゃあ、とちょっと、とりあえずこれを、 閉じていいこうと思いますはい、はい、最後まで来ました、まあ、この辺はね適当に適当に締めといてでこれはこれでねまた後で処理するんでとりあえず あとはこの辺をまあ適当にこう入れてあんまりねこうなんつうの釣れたような感じにならないようになってると思うんで多分大丈夫だと思うんだけどもでこうしてでそしたらちょっと手前にね戻したりなんかしながらまた何回かぐり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 適当に入れてって でまた戻っていう感じでねうんこんな感じで糸処理はいいかと思いますはいこんな感じで適当でこの辺は大丈夫かなとはいであとはここのこれねこっちも糸処理しますよまあこんな感じで 止めておけばもう完璧なんじゃないこれではいさあどうよはいこんな感じで袖が出来上がりましたはい袖まで来ましたよあとどこが残ってるかっていうとですね前のここでございますはいもうすでに拾ってありますはいねこれ何目あったか分かんないはっきり言ってすごい長いから、まあ、単純にそうね普通に え何名ずつかな計算したら分かるんだろうね計算したら分かるんだろうけどそれからうーんとまあでも数えててしょうがないんで、えー、数えてません、はい、数えてなくてでちょっとこれ外すねで数えてなくてただ取る目数としてはえっ、ー、とね4目に 3, 3目拾うねこっちの手前のこっち側こっち側に対して4目あるところから3目ずつ拾っていく感じになってますそうすると まあ、ちょううどいいいい感じじになななるんじゃないかなっていう一応、あのー、お試しでねやった時にそんな感じだったんで一応それでね多分ねいけてると思うんですよ、うん。まあこうやって見てみてもね普通にちょっとこうやってなんつうの普通な感じにしてみてもそんなにキューってしてる感じもないし言っちゃっちゃその取り方っていうのはこの袖を取った時こっちのね袖を肩から取った時もそういう風に取ってるんで。 それで言ってほら、なんか寄った感じしないでしょあんまりね。うん。あんまり寄った感じしてないでしょこれね。4目のうち3目拾ってる感じなのね。袖もね。なので、ここもそういう感じで、4目あるところを3目拾っていく感じで、それで編み進めてます。同じように、えっ、ー、と、かのこ編みで。それで同じようにね、あのー、袖の、えー、ここと、ここと同じ30段。 編もうかなと思ってますで今まだ何段だ何段ぐらいだろうちょっと待ってねこっちでしょまだね12345段ぐらいしか編めてないなんせあの一辺が超長いんでむっちゃ時間かかるんですよ編むのにねうんだってトータルでだから言ったらさ8 0ンチ8 0ンチあって首んところが60だから20でしょ 80、80、160、180、180センチをこう往復してるわけですよ、言ったら。長さ的には。だから、ちょっと時間かかる。ちょっと時間かかる。だから、最初、だからこれ拾ってみたときにね、4名から3名拾ってみたときに、テスト、テスト的に取ってみたんだけど、いや、これちょっと、あの、なんていうのあの、やり直すのすごい嫌だなぁ、と <laughs> 思いながら、ね、もし合わなかったときにね、うん。でも、なんとか、 4目から3目拾う感じでちょうどよさげな感じだったのでなので、えー、これで進めていこうと思いますこのままねはいでここを使ってんのも同じ3ミリ3ミリかな3ミリだねそう最初この普通のところは4ミリで編んでたけれど今ここ3ミリで編んでます で、3ミリで編むとちょうどいい感じに、普通にちょっと引き締まる。で、下はね、ここはもう最初編み始めた時あんまり考えてなかったから、普通に4ミリで編んでちょっとガタガタした感じになってっけど、袖もだから3ミリで編んでるからね。そうするとなんか、少しこう、なんていうのピシッとした感じちょっと丈夫な感じ。丈夫な感じっていうか、なんていうのかな。しっかりした感じかな。うん。あんまりふわふわ。 こっちよりも、ちょっとふわふわ感はないけど、まあもちろん,もちろんね、カノコ編みだからね、ちょっと手,さ手触りも違うんだけど、まあでも、いい感じで、あの、しっかり、なんてうの、この、ここがあんまりヨレヨレしない感じ。しかもここも普通に伏せ止めしてるからね。うん。だからあんまりヨレることない。で、こういうのさ、着てるとさ、結構さ、ヨレたりするじゃん、口が。だ私、嫌いなのよ、それが。そう。だから、あえてヨレないように伏せ止めをしたのと、しっかり編めるようにカノコ編みしてるんで、 こちらも同じように3ミリで、えっ、ー、と、約180センチの、えー、1段をね、これを全部で、あと、まだ5、6段ぐらいしか編んでないから、頑張って、ちょっと、仕上げていこうと、<laughs> 思いますよ。はい。じゃあちょっとこれ、頑張って、えー、やっていこうと思います。まあ今日中には終わんないね、これね。今日中には終わんないから、これきっとね、またね、明日、明日かな。続けられたら、明日。はい。 もう本当一本の動画作るのに何日かけてんだっていう感じなんだけども、まあ、ちょっとこれで頑張っていこうと思います。はい